ジョージ・グリーン、ジョージ・グリーンは19世紀のイギリスの物理学者、数学者、グリーン関数やグリーンの定理で知られる。パン屋の息子として生まれ、世紀の教育をほとんど受けずに、粉引きの仕事をしながら、独学でポテンシャル理論の論文を書いたという経歴の持ち主である。ジョージ・グリーンはパン屋の一人息子として、ノッティンガムのスネントンで生まれ、 1793年7月14日に洗礼を受けた。父親も同名のジョージ・グリーンである。数学の才能があったため、8歳からグッドエーカー学院に通うが、1年で退学して、父親の家業を手伝う。1807年、父親がスネントンの町外れに作った風車小屋で、管理人の見習いとして働く。グリーンは管理人の娘を内縁の妻とし、 七人の子を設けている。論文の表紙1823年、ノッティンガムの図書館の新司会の文化活動に加わる。1828年、電磁切り論への数学的解析の応用に関するエッセイを発表。グリーンは1814年に英訳版が出版されたラプラスの天体力学を勉強していたようである。この論文を読んだ数学者のブログヘッド卿はグリーンに 資金を提供、ケンブリッジ大学から二本、エディンバラ大学から一本論文を出版させる。当初、グリーンは、ブロムヘッド教の申し出を本気と受け取らず、返答するのを2年も遅らせていた。1829年、父親が死去。家督を継いだグリーンは、風車での粉引きの仕事を辞め、勉学の生活に入る。1833年、40歳で、 ケンブリッジ大学、ゴンビルキーズカレッジに入学。4年後には、数学の優等者試験で4位の成績を取る。工学、音響学、水力学について6本の論文を書き、1839年には、フェローとなるが、健康を崩して、翌年に、故郷へ戻る。1841年、ノッティンガムで死去。47歳。遺体は、 グリーンの風車の近くにある聖ステファン教会墓地に埋葬された。グリーンの死去と共に一旦、その業績は忘れられたが、ケンブリッジ大学の後輩であるケルビン教により論文のコピーが発見され、1850年に発表、グリーンの名は一気に広まった。現在、ノッティンガム大学の図書館の一つは、ジョージ・グリーン科学技術図書館と名付けられている。ノッティンガムには、 グリーンの所有していた風車を再現した科学博物館グリーン風車科学センターがありグリーンの業績を伝えている。ありがとうございます。